ごめんね、お掃除なんかさせちゃって。でもリハビリのためだから頑張ってね。最近は顔色もいいし、食欲もバッチリ。すっかり元気になったわね。いつかは言い出すんじゃないか。そう思ってはいたんだけど、そう。あなたを縛ることなんて誰にもできないもの。外に出るのだってあなたの自由。でも私の気持ちも。ごめんなさい。本当に出たい。そうよね、まだ早いわよね。よかった。なんだかあなたと離れ離れになりそうな気がしてちょっと心配だったの。でももしも外に出たくなったら、うん、もう心配させちゃい嫌だよ。そうよね、あなたが記憶を早く取り戻すためにも。それにあなたは私のカゴの鳥なんかじゃないもんね。でもね、お外に出るならこれだけは覚えておいて。町にはいろんな人がいるけど、羽の色が黒い人たちには乱暴な人が多いから、くれぐれも気をつけて。それから
このネックレスはお守りだと思って、必ず身につけておいてね。やっぱり外へ出たい？おい、なんだあの奴隷は。ねえねえお母さん、あの奴隷いるんじゃありません。なんだなんだ、一人前に立って歩いてやがるぜ。おい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 、なんだあいつは。
問題の奴隷が帰ってきたようですね。彼を、彼の手を離して。我々とて同じ黒い羽のあなたに手荒な真似などしたくはないのですよ、お嬢さん。ただあなたがどうしても奴隷を奴隷らしく扱わず、首輪もつけずに放し飼いにし続けるというのであれば、彼には死んでもらうことになりますね。第一、周りに聞いた噂によると、奴隷をペットとして猫可愛がりするにしても、服まで着せるなんてやりすぎじゃないんですか。奴隷ペット、彼はそんなんじゃない。そりゃ自分の奴隷に執着心を持つのは勝手だが。なるほど。人からもらった時には気に入らなかったコップが、毎日使っているうちにだんだん良いものに思えてくるというあれですか。違う。私は彼を愛…あ、愛だと？それは俗にこの世界でも恋と呼ばれる人間の発情期の勘違いですよ。発情期に入るとどんな動物でも動悸が激しくなって、頭に血が上り、時折わけのわからないことを叫んでみたりするものです。だったらそれこそあなたが彼を好きにすればいいんです。自分が奴隷に対して欲情したことを恥じてはいけませんよ。誰かに欲情するということは、全ての動物にとって種族の保存につながる根源的な行為なのです。第一、そんな愛などという実際にはこの世にはありもしない妄想を口にすることが七つの大罪の一つであることを、あなたはご存じないんですか。あなたたちの言うように、私の思いは一方的なものかもしれない。でもそれがどんなに罪深くても、私は彼を愛しています。この世界における犯罪の中でも最も罪が重いとされる七つの大罪の一つ、愛を口にしてしまった少女は、異端審問官たちの手によっていずこかへと連れ去られてしまった。記憶を失い、この世界のすべてともいえる主をも失い、絶望の淵に立たされたあなたは、犯行奴隷の烙印を押され、ゴルゴダと呼ばれる薄暗き牢獄へと連行される。この場所こそが、これからの過酷な運命を方向づける人生のターニングポイントになるとも知らずに。ここが貴様の待合室だ。